ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。競輪って聞いたら男の人のスポーツかと思ってたけど、女の人もやってるんだってね。そうだな。でもあれ、めちゃくちゃ危険で、最悪、命を落としかねないから、見てるとヒヤヒヤするぞ。そんな危ないの？やばい事故とか聞いたことないけど、知らないだけで、実は過去には信じられないほどやばい事故が起きたことがあるんだ。気を失ったり骨折したりはよくあるし、日常生活にすら支障が出るくらい痛々しい事故があったんだよ。ひぃ、想像するだけで痛そう。合わせて女子競輪の美女たちについても紹介するから、目の保養になること間違いなしだ。それじゃあ今回は女子競輪の闇について解説していくぜ。最近の競輪は女子選手の育成にも力を入れてて、今では女子競輪として女子選手限定のレースまで開催されるようになったんだ。けど、競輪は自転車同士が接触するほどの激しい争いが起こりうるスポーツだから、接触した時には転倒事故が発生することもある。自転車に乗ってすっごいスピードで走るもんね。ちょっとでも選手同士で触れたりなんてしたら、その瞬間に大惨事、なんてこともあり得るぜ。競輪では、スピード、天候、順位争い、自転車の構造、これらが競輪を危険な競技たらしめる理由になってるぞ。スピードはわかるけど、他の理由がよくわからないわね。順番に説明しよう。まずスピードだけど、競艇選手が全力で自転車を漕ぐと、時速80キロくらいに達することがあるんだ。私たちが普段から自転車を漕ぐスピードですら転倒したら擦り傷だけじゃ済まないし、場合によっては骨折することだってあるのに、そんな超スピードでこけたらどうなることか。ひぃ、想像したくもないわ。過去には自転車と歩行者が接触して命を落とした事故が発生してるくらいだし、一般の人の倍近くの速度で走行してる自転車に乗って転倒なんて、とんでもない衝撃だろうな。次に天候だけど、競輪は屋外で行われる競技だから、天候の影響をもろに受けて、基本的には雨が降ってても競技が中止になることはないんだよ。雨の中で自転車に乗ってくる真波の速さで走るとか、こっぱ、自転車には最悪の状況だな。雨が降っている時とか降った後なんかはコースが濡れてスリップしやすくなるから、事故の発生率も高くなる。雨上がりに自転車を漕いだことがある人なら、その怖さを実感したことがあるはずだ。濡れたアスファルトの上とかめっちゃ滑るもんね。事故らないためにも、ゆっくり走るべきだわ。ただ、そうはいかない。事故が発生しやすい最大の要因になっているのが順位争いで、競輪の世界は完全に実力主義なせいで、上位に入賞すればするほど収入が多くなる。だから競輪選手全員が誰よりも早くゴールしたいと思っている以上、特に最終周回での激しい順位争いは避けることができないんだよ。そっか、事故を起こさないためにのんびり走ったら、他の選手に追い抜かれるわよね。勝負の世界である以上、どんな時でも手は抜けないな。時には半ば強引に前の選手よりもいいポジションにつこうと動いて、その時に他の選手と接触して転倒することがすごく多いんだ。勝ちたいがばかりに無茶な動きをして事故るなんて、そうなったら勝ちなんて狙えないわね。本末転倒だな。最後に自転車の構造についてだけど、一般的な自転車と違って競艇用自転車にはブレーキがない。だから、もし目の前の選手が急に転倒したとしても、ブレーキをかけて止まることは不可能なんだ。そうなの。でも確かに、スピードを競う競技なんだから、ブレーキなんていらないか。あっても邪魔なだけだな。被害を防ぐためには左右に動いて回避するしかないものの、とっさにその方向へ動くのはかなり難しい。しかも、避けたら避けたで横に選手がいれば接触して転倒しかねないから、安全とは言い難いぜ。周りには自分と同じくらいの速さで走る自転車がいるわけだもんね。目の前の選手を避けても安心できないわ。横とか後ろにも気を配らないと、大事故になるぞ。こんな風に、競輪ではスピードと天候、順位争い、自転車の構造で事故が起きそうになるんだよ。車かおまけのスピードに濡れた路面、勝ちたいがための無茶な動作、急には止まれないその作りから、大事故に発展するリスクがあるんだ。気づいたら知らない天井を仰ぎ見てる、なんてことになりそうね。後で話すけど、マジでそういうことになったケースもあるからシャレにならないんだよな。幸いにも女子競輪では命を落とすような大事故は発生してないぜ。女子競輪で死亡事故が起こってないのはルールの違いによるもので、女子競輪には独自のルールがあるぞ。独自のルール？何それ？というのも、ラインって呼ばれる縦に並んで走る技が存在しないことと、他選手に対するブロック、つまり横の動きが禁止されてるんだよ。だから、女子競輪は完全な個人戦になって、全員が自分の一着のみを目指してレースをするんだけど、ラインがない分、レース中の位置取りがすごく重要になって、実力上位の選手でも後ろにいると惨敗することもあるぜ。仲間同士で協力して勝つ？なんて作戦は取れなさそうね。だから完全な個人戦ってわけだな。ポジション争いはあくまで個人同士になるし、そのせいで女子選手同士で激しいぶつかり合いは起きにくいんだ。まあ、あわや大惨事っていう事故は発生してるし、通常の競輪とはルールが
違う女子競輪でも、最終周回では激しい争いになるのは同じだぞ。あくまで命を落とす事故が起きてないだけで、事故そのものは起きてるってわけ。そうだな。女子競輪用の自転車にはブレーキがついてないとか、ラインを組むことが禁止になる以外の条件は普通の競輪と全く同じだから、たとえ女子競輪であっても落車事故は起きてるんだよ。実際に一歩間違えれば命を落としてたような危険な事故が過去に起きてるから、下手するとマジであの世雪になるぜ。こっぱ、これまでにどんな事故があったの？女子競輪で起きた事故のうち、特に命を失う危機に直面した選手を3人紹介しよう。いずれも聞くだけで痛々しい大事故を経験した選手だから、閲覧注意だな。OK。一体どんな事故があるのかしら。まず、加瀬加奈子選手。彼女は2022年に最年長記録となる42歳1ヶ月での優勝っていう記録を持つベテラン選手なんだ。女子競輪発足時から選手として活躍して、2013年には女子競輪にて13連勝を記録するっていう無類の強さを誇ってたぜ。13連勝、怪物じゃない。まさにモンスター級の人並み外れた選手だな。そんな加瀬選手だけど、2015年12月、四日市競輪場でのレースにて落車して、その時に頭を強く打って意識不明になったことがあるんだよ。頭を打ったの、それで意識不明って、やばくない？超やばいぞ。本人も気がついたら病院にいたっていうかなり危険な状況だったけど、幸いにも命に別状はなかったんだ。けど、脳に影響があってもおかしくない怪我だったから、一時は引退することも考えたそうだけど、懸命の治療によって現在も現役の競輪選手として活躍し続けてるぜ。引退してなくてよかったわ。事故でリタイアなんて悲しいもんね。引退するにしても健康なままでいてほしいよな。次に紹介するのは長塚優子選手。彼女は競輪選手になるまではバリバリのキャリアウーマンで、不動産関係の会社に勤務していたっていう異色の経歴の持ち主だ。キャリアウーマンから競輪選手に、スポーツ選手とかならまだしも、そこからプロの選手になるとは、まあ、全く自転車に触れてなかったってわけじゃないんだけどな。自転車は趣味で乗る程度には触れてて、川崎競輪場で開催されていたイベントにお客として訪れた時、店員から女子競輪なるものがあることを紹介されたんだよ。それがきっかけで女子競輪選手への道を歩むことになって、2020年にデビューした時、すでに長塚選手は35歳と、他のデビューした選手と比べると一回り以上も年齢が上だったぜ。スポーツ選手って、大抵が20代よね。若い方が体も動くしな。実際、基礎体力なんかは若い選手に劣ってたけど、努力を積み重ねた結果、2021年2月に念願の初優勝を手にしたぞ。でも、その直後に行われた小倉競輪場でのレースにて落車して、右鎖骨と肋骨、腰椎圧迫骨折っていう痛ましい大怪我を負ったんだよ。ひえー、想像するのも痛そう。想像を絶する痛みがあっただろうな。怪我から復帰後もなかなか思うような結果が残せなくて、苦しいレースが続いたぜ。ただ、2022年に入ると少しずつ回復してきてるから、これからの活躍に期待だぞ。命があるだけでもありがたいけど、せっかくなら勝って成績を残したいわね。勝負の世界にいるなら、やっぱり勝ちたいよな。次に紹介するのは石井貴子選手。彼女は両親がスキー好きだったこともあって、幼少期からずっとスキーを続けてたんだけど、電車の釣り広告で女子競輪選手募集っていう文字を見て、すぐに競輪選手になることを決意したんだ。2014年にデビューするといきなり2位の選手に大差をつけて勝利して、さらにはその節を完全優勝してしまうっていう、鮮烈なデビューを飾ったぜ。これまたヤバそうな人が出てきたわ。実際ヤバくて、その後も女子競輪コレクションとか女子競輪フェスティバルみたいな女子競輪のレースには毎回のように出場してるし、女子競輪界ではトップ選手の一人だぞ。そんな石井選手だけど、2021年京王競輪場でのレースにて他の選手と接触して転倒、右の肋骨を骨折した上に結気胸を発症するっていう大怪我を負ってるんだよ。結気胸？何それ？選手生命を奪いかねない、危険な怪我だ。呼吸をしても大きく吸えなかったり、激しい運動をすると呼吸ができなくなるような呼吸困難になったり、他にも胸痛とか動悸、咳、顔面蒼白みたいな症状まで起こるぜ。呼吸困難、確かに、激しい運動で呼吸しまくるスポーツ選手には致命的な怪我ね。石井選手も長い競輪人生の中でこれだけの怪我を負ったのは初めてで、体だけじゃなくて精神的にも大きなダメージを負ったから、当時は引退も考えるほどだった。けど、ファン投票になってる2021年の女子競輪総選挙で5位に選ばれたことを聞いた後は競輪選手として現役を続けることを決意して、その後はリハビリに励んだぞ。体はもちろん、心にも傷を負ったとは、うまく立ち直れるといいわね。なんとかレースには出てるようだけどな。体調は万全とは言えない状態なものの、ガールズドリームレースにて復帰して、ファンを喜ばせたんだよ。レースには出られるようになったんだ。よかった。少しずつでもいいから回復するといいな。
こんな感じで女子競輪の選手ってかなりヤバい事故に遭ってるんだ。気を失ったり骨折したり、呼吸に大きなハンデを背負ったりと、選手生命に関わるとんでもないアクシデントを経験してるぜ。プロ選手は怪我との戦いでもあるって聞いたことあるけど、ほんとそれだわ。怪我したらプロを引退する可能性もあるし、気をつけないと。他にも、練習中に公道で大事故を起こしたっていうケースもあるから、気をつけないとな。単純比較はできないけど、時速60キロで走行する車が衝突した時の威力は、5階建てのビルから落下した時と同じくらいの威力だと言われてるんだよ。これほどの力で頭から地面に激突したら、いかにヘルメットをかぶってるとはいえ、命を失う危険性は十分だぜ。車に跳ねられるレベルの衝撃か。自転車だから車ほどの威力はないと思うけど、侮っていい威力じゃないわよね。ぶつからないことに越したことはないな。ところで、さっき紹介した女子競輪選手だけど、結構綺麗な人が多いのに気づいたか？え？まあ、そうね。美人さんが多いかな？だよな。実は女子としてのレベルもかなり高くて、例えば鈴木樹里選手とかいい例だ。彼女は愛知県新城市出身の女子競輪選手で、中学生の時にテレビで女子競輪を見て豊橋競輪場の愛好会に参加して、桜ヶ丘高等学校入学後は自転車競技部に入部したほど生粋の競輪選手だ。おお、美人なタイプだわ。美人なだけじゃなくて実力もあるぜ。2016年全国高等学校選抜自転車競技大会競輪で2位、インターハイ500メートルタイムトライアルで2位っていう実績を残してるしな。2019年7月10日には豊橋競輪場でデビューしたし、11月24日には砦競輪場で初優勝を飾ったぞ。美人でレースにも強いなんて、素敵だわ。他にはどんな選手がいるの？2022年に新しくデビューした川内さゆき選手がいるな。彼女はすでにいろんなメディアに取り上げられる期待のルーキーで、可愛いルックスと鍛え上げられた足腰、レース中の真剣な様子にギャップを感じるファンが多いんだ。今まさに人気沸騰中の女子選手ってわけね。その通り。川内選手は19歳の女子競輪選手で、甘い食べ物が好きらしく、前橋競輪の公式ブログでは美味しいものを食べるのが趣味だって明かしてるぜ。身長はやや低めな 155.6cm なものの、身長に対して体重が重くて、登録された体重は 55.0kg になってるぞ。筋肉のせいで重いのかな？だと思うな。中高と継続してスポーツに打ち込んでたから足や太ももにかなり筋肉がついてるようだから、これが重いんだ。そして、ほとんどの女子競輪選手はルックスが注目されがちだけど、川内選手の場合は顔だけじゃなくて足も注目されてるぜ。足？自転車こいでるわけだし、太そうね。まあ、かなり。その足がこれなんだけど、可愛い顔に対してバキバキの太ももが話題になったことがあるぞ。こら画像じゃないのこれ？マジだ、マジ。まあでも、これを見ると小学生の頃からプロの競輪選手を目指した彼女の研鑽がどれほど厳しいものだったのかがわかるから、彼女からすれば努力の結晶みたいなもんだろ。ちなみに下半身の筋トレにレッグプレスっていうのがあるんだけど、これを半端ない負荷で持ち上げることができるんだよ。つまり足の強さがヤバいってわけね。どれくらいなの？諸説あるけど、レッグプレスの平均はトレーニング経験者なら男性が約200キロ、女性が120キロだとされてるんだ。でも、川内選手の場合はなんと驚異の300キロ以上っていう、男性顔負けの激ヤバ重量を持ち上げることができるぜ。さ、300、まあ、あの太ももならそれもできるのかな？ただ、その太もものせいでちょっとセンシティブなことになってる。太ももが太すぎるから、自分に合うズボンがないせいで、パンツは履かないそうなんだ。履こうと思えば履けるようだけど、ほとんどは太ももで止まっちゃうようだな。ま、マジで、こんな可愛い子が、ノーパン。ノーパンで自転車に乗ってると思うと、興奮するものがあるぜ。ちなみに、スリーサイズについては公表されてないものの、ネット上ではカップ数は D カップぐらいだと噂されてるぞ。目視に自信がある視聴者はカップ数を教えて、何でもするから、有能な視聴者からの情報提供があるといいな。こんな感じで、女子競輪って怪我のリスクが高くて、過去にはヤバい事故まで起きたことがあるから、実はかなり危険なんだ。下手すると命を落としかねないから、美女目当てで見てるととんでもないシーンを目の当たりにすることになるかもな。センシティブなシーンならいくらでも見たいけどね。ノーパン美女だって聞いたら一気に興味が湧いてきたわ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。